アブルブークブークありがとう。お花も今買ってるよ。お待ってるよん。んちゃん大好きだ。大好きな君が大好きな僕は全力で走る。あ、ね当たったよね。そう。いやー。今日は出席確認をしてこよ行こうと思います。公園のバブルブックブックありがとうございます。おはよう、久しぶりです。お久しぶりじゃないよ。元気ですか。元気です。元気だったよ。よんちゃんなんだよね。やっほーおはようございます。おしゃれさんありがとうございます。おはようバブルブックブック今朝もめっちゃ可愛い。ありがとう。やってくれだだだ。お猿さんありがとうございます。好きなんで飛ばさない飛んでないよ。おはよう。そう来たの。昨日は細川たかしさんの舞台をねあのみその座に感激させて感激しに行ってきました。感激させていただきました。ちかこさんが出られて出演されてるやつお目覚めいかがグググググそうです。感激してきたんです。今日はね、あのちょっと昨日の夜メールにも少し書いたんですが、30分だけ配信します。昼公演なので集合が早いのでいつも通りやってた遅刻をします。遅刻しますので30分出席確認だけしておかないいかんとなって配信することになりました。はいよこんばんよんちゃん初見です。なんでやねんなんでやねんなんでやねんサンフランシスコ初見詐欺です。なんでやねんこちらおはようおはよう。あそうそうそうであの夜やろうと思います夜あの配信をやろうと思います。はよさんちゃんおはようブブルブクブク頑張ります。ありがとうシャルシャン公演頑張るファインティーありがとう。ゼップ K2 見て今日の渚のイメージみんなの負けん気みたいなだって。うわ頑張るよ頑張るでっとこだったったで、あ昨日竜とそばかすの姫を見に行きました。あツイッターもありがとうございます。これも大変なんですけれどもあの括弧に入る言葉があれと思っちゃってあれか自分の思いはありますよもちろんだけど過去に入る言葉あれどうっておはようござんおはようござんおおおおはようざんすおはようでやんすおはようおはるしゃん初見ですなんでやねん秀樹感激感激たかしどうだっただってそうたかしさんはそうですねネタバレにはなっちゃいけないと思うんでこちらもあれなんですけど、まあ皆さんは知ってるかもしれない声量がすごかったですねえアメブロにも書いたと思うんですけどもうねあらえみたいなそんなに人間の体から声出るんだっていうもうあれ人間じゃないんじゃないかって思えてくるぐらいもうねすごいですねすごかったです。こちらはこそこちらこそこちらこそバージョンがね違うバージョンだった。おはようおはようおはよう。全通目ありがとうこちらこそ。カノン感激レアな演歌の人レアなのかなやっぱりそうカノンにとってはもう超激レアだったんだけどさすごいね楽しかった楽しかったって言ったらそうね楽しかった楽しかったし。劇とか面白かったしあとはねやっぱり本当に本当にすごいなって思いました思ったしあとあれだねお弟子さんたちもまあもうこれも分かってるあれだからあの言っても大丈夫だよお弟子さんたちもあの2部の方で出演されたくさんたくさんまあ何人か出演されてるんですけどすごいね本当にいろいろできて歌はもちろんねすごかったしそれだけじゃなくていろんな楽器もできたりとかしてすごいなって流星さんっていう方がねいらっしゃるんですけどそう
は尺八も三味線もなんか本当に歌まですごい、もうすごいたくさんの演技もねやられてる、すごいたくさんのことをやられていてすごいなって思ったんですけど、その一番驚いたのはその18歳っていうのを聞いて、と思って、もうめちゃめちゃ落ち着いてるし、どういう18年を生きたらそうなるのっていうぐらいすごかったです。もうなんかもっとお兄さんだと思ってたんですけど、おはよう、一つしか変わらないじゃんみたいな。もう一人の方も20歳とかで女の方だったんですけど、あいみさんっていう方で、20歳って言ったらまあね、大体10期もさそれぐらいの年代じゃないですか。みおちゃんとかかないんですか、わーとわーと思っちゃった思っちゃったね、もうすごすぎて落ち着きが。おはよう、すきくん、はーい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 、ちょっと待ってね、これでいっぱい喋ってたらコメントが遅れちゃったね。よろしくね。あ、うちは振ってる、やったー。何劇の才が、なんて書くのこれ、星はなんて書いてあるのかな。おはよう、テレビ教養部ミナキャソン&出演確認中かな。ミナキャソンなのミナキャソンだよ、どうしようかな。いつも通りやつな。オッケー、元気ですか、元気あれば何でもできる。123ちゃんおはこんばんにやったろう、ブブルブクブクありがとうございます。おさるさん、ちここさんには会えてはないんですけど、でも LINE させていただいてありがとうって帰ってきました。頑張って頑張る。あのね、もうちここさんは可愛かった、とりあえず出てきた時可愛かった。でそっから演技も本当に堂々とされてたし、さすがだって思いました。頑張って頑張る、ありがとう。ヨンちゃんなんでやねん、30分もうあと何分、あまだもうちょっとあるよ、大丈夫大丈夫、よかった。味噌のうなぎ、お、行ってないよってけど、行ってないけど、あのなんかおせんべいみたいなのを下に置いてきちゃったけど、おせんべいみたいなのを今回は買って帰ってきた買ってきた。あと芋きんつばを食べてめちゃめちゃもう美味しかった。ドラえもんの話なら半時間足りない、神ってなら聞いたかもしれんけど、おい、おかえりです、リアルタイム、おはー、おはー、スイカやん、条件、昨日はケツの渚のイメージや人数多いのも壮大でした。おほほー、そう、あのまだカノン実際には見れてないんですけれど、昨日のやつを、だけどあの練習もうね、こうやって出たからもう言えることなんだけど、あのリハーサルっていうか自主練ない練習されてて、先輩方が全員じゃないんですけど、やるんだと思ってすごいワクワクしてたんですね。なので見れた、見たら 見たいなと今思っておる。遅刻しちゃっていいじゃない、あーちょっと、あ、遅刻しちゃって申し訳ないです。そうそうそう、夜もやりたいなと思って、だからもう今バタバタだった。今日はハットくんさんの、あーそうなの、今日はそうなの、そうなのしなきゃね。ハッピーバースデーハットくんさん、ハッピーバースデーハットくんさん、ハッピーバースデーディアハットくんさん、ハッピーバースデーハットくんさん、おめでとうございます。
うどんを食べに連れてってください。花子さんおめでとうございます。感激感激と。カノンギャグ対地層だよ。気づいたか気づいたか。中国語みたいになっちゃった。いっぱい並んでて。おはよう、ヤッコファミリーのアイドル細かとかさ。ヤッコファミリーのアイドルなの。わお、かっこよかったよ。映画龍は水曜日に家族と見に行きます。本当ですか。昨日はゴジラ。あ、そっかそっかそっか。もうどちらも見ていいな。モノカノンさんとは終わった。なんでやねん、なんでやねん。おはよう、バブルブクブク。レオモナギさんのイメージで運をメンバー全員で時差で言うんですね。頭の中でね。なにねさんも頭の中でうん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 って言ってください。バブルブクブク。人間さん、あ、トーストポの、そう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 、はやかちゃんとねインタビューしていただいて、あの竜と砂漠の姫を見た感想とか感じたことが掲載されているので、ぜひ見てください。見てください。はい、呼び捨てはねやばいよ。高橋様でもいいぐらい。お誕生日おめでとうございます。見ざる聞かざる言わざる。カノンさんもいつかステージやね。そう、なんかこういうなんかさ、すごい作品を見た後って本当に本当に単純なんで、カノンこういうのを見た後すごくね、いつか自分もこの舞台に立てるように頑張らなきゃなって思うし、立ちたいなって思うし、映画とかでもね、あのこうやって携われる人になりたいなってすごく思います。単純なんですけどね、見た後に思います。初見ですだって。あ、そうだ、あ、なんかねスヌープポさんが多分言ってたよ、あの初見ですって言ってくださった方、なんでやねんなんですけど、あのなんかバイクはお好きですか。なんかバイクのなんか関係あるお名前なのかなって、そのパパさんがバイクが好きなので言ってました。はい、好きだったって言ったらいいのかな。ちょっと今はね、あのなかなか忙しかったりとか、まあいろいろその昔と比べたらなんか持ってるとかじゃないんですけど、好きだったのでそうやって言ってました。誰もしゃんがゴールだ。53ちゃん管理ありがとうございます。おはよう、客席の雰囲気どうだった。どうだった。難しいな。でもすごいあの皆さんあの乗ってらして、手拍子とかもすごくあって、まあ、なかなかねこうなんていうのかな、大声とかは今出せないじゃないですか。なんですけどすごく楽しい会場になってたなと思います。なってたなと思います。まあ大声は出せないけど、まあこう一緒に来てる方とすごいちょっと笑ってたりとかする姿もすごく見えたし、あとあのサイリウムを持ってる方もいらっしゃって、サイリウムじゃないのか、あれは変な、あの星のね青いのを持ってらっしゃる方もいたりとかして、あ、なんかちょっと親近感じゃないけど、ああーと思って思いましたし、あとは MC はものすごく面白かったですね。まあ、内容はね、まあ、毎回、まあ、全く一緒ってわけじゃないと思うけど、まあ、あんま言わないようにしようと思うんですけど、まあね、すごい今回のお客さんだからできる MC っていうか、なんていうのかな、すごくね面白かった。会場をめちゃめちゃ巻き込んでもう臨機応変にお客さんとすごい会話しながらしてるような、まあ、MC もあったりとかしてすごく面白かったです。ララちょっとコメントが飛んじゃってます。どう言っちゃったんですか。横浜流星さんじゃないですよ。また見に行きたい。行きたいです。もうあの同じのはねさすがにあれですよ、まあ、カノンの他に見たい方がいると思うので入っていただきたいですけど、また演歌のっていうのがあったら見に行ってみたいなって思いました。そう、本当に最初は
カロンは行ってもなんかどういう反応したらいいんだろうっていうか大丈夫かなと思ったんだけど、すごく面白くって、はよしよ、ほんとすごい、ひばりからの寄付、うん、美空ひばりさん、近くパイセンすごいできてなくて羨ましいかな、もったいってのを聞いて頼もしいと思って、ありがとうございます。あのそれはあれですね、ブログアメブロを更新したので、ぜひあのそのおせんべいとかも載ってるので、キッズバとかカノの感想も書いたし、情報も載ってるので、舞台のぜひ見てください。近いうちみその座ね、そうだよ、みその座ってやっぱすごいね、ステージもすごく、ステージ舞台もすごかったし、あのセットとかもすごくなんか、あ、すごいすごい、あ、すごいすごいすごいって感じだった。民謡もカノはなんかちょっとなんかどういう部分とか全然わかんないんだけど、とにかくお歌を聴いてきました。細川たかしさんもたくさん歌ってくださって、めちゃめちゃ歌ってたよ、こんなに歌うのって思うぐらい歌ってたよ。少しは落ち着いてください。だってカノンさんは、はい、少しは落ち着いたら皆さんつまんないでしょきっとカノンさん、あらら、あら、あ、芸能も仕事もいろいろですかね。え、そうだよね、本当にエンターテインメントを見たっていう、こうもうなんか圧巻されて、もう最後フィナーレでしたね、カノン的には。メールメール、カノンメールぜひ皆さん読んでね。演歌祭はデスクンキーがあるんですけど、うんうん、北島三郎のおじさんもたくさんいる、うんうんうん、サンちゃんと、お、バブルブクブク、おはよう、昭和生まれじゃないですよ、はい、バブル、そう、みおちゃん、みおちゃんエンさん、ありがとうございます。愛知県出身17歳のさんちゃんことかなでロットと書いて、そうだかなんです、ペクリオン、今日はそう、はたごさんのお誕生日おめでとうございます。さっきね、お祝いしました。バブルブクブク、落ち着いてショールーム配信中、あちこちぶつからないでください。ぶつかってないよ、え、ぶつかってるか、あ、どこの国旗だこれは。ちなみに本日はお年寄り前の紫白ビンク、ビンクビンクや強いの、あ、はい、ありがとうございます、強めに進めてくださってるのが伝わります、嬉しい、応援してます。あ、それか、それね、めちゃめちゃ覚え出した思い出した、好きってことですか、好きってことですか、はい、ありがとうございます、嬉しいそこのことを言ってたので、皆さんもぜひ気になる方は見てみてください。おしゃるさん、ありがとうございます。バブルブクブク、お、言わざるだけ、ちかちゃんの楽屋、あ、うん、楽屋はね、あの行けなかったっていうかね、わかんないけど、コロナもあるしね、なかなかあれかもね、今ね、お花とかああいう差し入れみたいなのもね、やっぱコロナのあれで控えくださいみたいな感じの状況だと思うから、ね、なかなか行けなかったんだけど、あ、バルブクブク、おはよう、おはよう、ぐぐ10年ってるよ、だけありがとうございます。いや、500もトレンドも終了してるから、今日も DMM です、 DMM ぜひ見てください。みその座今月末に釣るべさんで合ってる、これ、え、もうカノンこういう感じで、もう落語聞きにます、おお、落語もね面白いよね、きっと。アイドルの世界にいるとうっかり子供のままでいっちゃうことあるから、外の世界を見るのは大事そう、うん、いや本当にしっかりされてたんですよ、二方とも。
磯の座めっちゃ綺麗で見やすいんですよ。あ、奈緒さんの時、昨日絶対行く途中に綾瀬はるかさんに偶然会いました。本当ですか？本当ですか？それはすごいよ。どうだった？お綺麗でしたか？お芋きおいしかった。美味しかった。そう、歌が美声になっちゃうって書いてある。これ食べるしかないなっていう。せんべいですね。バブルブクブク。僕の落ち込んでる、あえてるって言って気合い入れて、せーの、 I love you。 おはようございます。一人じゃないよ、スヌパパとスヌママと行きました。スヌちゃんはちょっと長いことがあって行けなかったんだけど、昨日の舞台にリクロおじさんは出演させていないですよ。リクロおじさんおはようさんちゃん、昨日はいろいろ、あーそうなの、あそう言ってたか、報告してくれたとか。スカートが一さんは言ったとか、カラオケの鉄板曲、そうだね、カノンその曲はわかります。水の座は歌舞伎を見に行ったことがある、機会あったらぜひ。歌舞伎はね、そう、歌舞伎はカノン見たことないね。今日見に行くから、ね、待ってる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 よ待ってるよ。おおおおおお、 OK 待ってるぜ。はよんちゃん、なんでね、あやばい、時間が時間が時間時間時間が、ちょっと何読んでくね。そう、見なくちゃ、渚のイメージ、先輩方のおしゃるさん、おはよう。お、あやまるさん、うん、なかったの、え、でプツアー見てきたよ、だって予約15時だったからラブリーのお仕事見てたよ。お星様、あ、そう、皆さんお星様もらってってね。カノちゃんもラジオに出してあげてだって。おおー、感激して感激した、イエス。お、2分間 MC は誰なの、わかんない。わかんないよ。でも、彼女予約入れたから彼女じゃないことはわかったのか、これでも。あれあおしゃるさん、一番今綺麗にした。ポンコとお姉さん、かわいい。セクシーも素敵、素敵。おしゃるさん。遊びに来てくれたのにコメントが遅れてて申し訳ないよ。なこちゃん、カノン弟子、ダメですよ、カノンさんなんかに。仕入れしちゃったら変化球のあるセットです。あね、そういうの楽しいよね。公演も楽しいけど違うのも楽しい。あ、奈緒さんが、えー、うんうん、そう、いろんな人に伝えていこうと思います。ハニーのオーディションだって。ハニーのオーディションは、ハニーのオーディションはね、あったんじゃない？え？なんか本当に昔はよくわからないで来てて、てかハニーでしょ？ハニーは多分受けたことあるよ。全然全然無理なんだけど、全然無理なんだけど。なんでだったっけ、なんか知らないけど受けたことがあるよ。そう、歌も全然できないし、結構大きくなってからだったと思う。今日公演入ります。あ、本当に全然ね、なんか憧れてたとかではなかったんだけど、うん、どうやってメンバーに、わからん、いきなり明日は、明日じゃないわ、まあ、試写会ですみたいな、みたいな、パパさん、そうそうそう、
そっか、でもそうだね、カノがちっちゃい頃はありましたよ。はい。あ、乗ってたバイクの名前だよ。だってスヌーパパさん、もうカノより先に読んだかもしれないけど、乗ってたバイクのそう、なんか昨日見たらしくね、言ってました。修理が好きなのはスヌーパパさん。なんか修理直すこと、バイクの修理わかんないけど、スヌーパパさんはなんかいろいろ機械類とかをすごいこう直したりとか、なんか直すって言ったらそんな大げさなことはできないとか言いそうですけど、なんかこうなんかごちゃ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 っと触る説明が下手くそけど、そういうの得意っていうか好きです、ね、あもう時間だ。でも星だったから流星さんのさ、あの変ないとかも、うん、ハートありがとうございます。 RG さんじゃないですよ、もう違います、本物正真正銘細川たかしさんでしたよ。ハートありがとうございます。やっこありがとう。 MC ラジオね、そう、あ、そう、アメブロいつもコメントありがとうございます。バブルブクブク、モノマネの、あ、そうそうそう、スヌーパパさんも言ってたでもちゃんとあれだよ、細川たかしさんでした。どこもの直さんそうそうだろうな。さあ、じゃあちょっともうね、時間なのでランキングを読んでサンデスタイムをして貯金をして終わろうと思います。バブルブクブク、バブルブクブク。カナもしゃぶしゃぶ最近食べたよ、なぎさのイメージ。おー、頑張る。のんくらいしか見えなくはい、皆さんもお仕事頑張ってください。さあ、皆さんコメントがもう大変申し訳ないです。何度かお仕事してるから軽く挨拶した程度です。なんだってバブルブクブク、あっという間だね。おはよう。あっという間だよ。だるまちゃんが転んだ、ありがとうございます。よし、はい、サンデスタイムいきまーすコメント読みたかった。13位さんです、ありがとうございます。12位さんです、ありがとうございます。11位さんです、アットマークコハムリネットリン、ありがとうございます。10位さんです、アットマークコハムリペクリゴン、ありがとうございます。8位あ、違う、9位さんです、ありがとうございます。8位さんです、ありがとうございます。7位さんです、ありがとうございます。6位さんです、アットマークコハムリーもろもろ、ありがとうございます。5位さんです、アットマークコハムリーイエーイ、ありがとうございます。4位さんです、ありがとうございます。そして3位さんです、お、これ DMM 最善かな、どっちまでしか読めない、ありがとうございます。コメントしてみてください皆さん。そして2位さんです、アットマークおやコハムリー、ありがとうございます。そして今日の第1位はルル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 でん、さんです、アットマークコハムリー、あ、デデイ、ありがとうございます。そして今日の85位、ヨックさんはビヨンヨンヨンさんです、おめでとうございます。あなたもぜひヤコハムになっちゃってくださいね。ブヨン、はい、ということで皆さん30分という短い時間でしたが、ありがとうございました。貯金をするぜ。あ、でもあとほんのちょっとで、あとほんのちょっとで200人になります。はい、200、間違えたすごい間違えた、2000人になります。どうしようかな。あ、で昨日のお話をするんですけど、昨日はね、配信がもう終わるぐらい、終わったぐらいの時に
5000人を達成いたしまして、そう、50円を追加させていただいたのでっていうご報告をいたします。あ、来ました。50円追加、昨日の時点でもうさせていただきました。なので今日は今日の分で、今に延べ人数で2055人の方になったので200円の貯金をさせていただきたいと思います。時差がね多分あるんだよ、皆さんの方が早い。いきますよ、借金、せーの、借金。さあ、お耳に気をつけて、せーの。はい、よいしょ。筋トレになっちゃうよ。そうそうそう。では公演の準備に行ってきます。皆さんも今日もいい一日してください。あ、DMM 最高列じゃん、なんで最前列で見てよ。はい、よろしくお願いします。じゃあ皆さん、短い時間でしたがありがとうございました。19時からも配信予定なのでぜひ見てください。ではいってらっしゃい、行ってきまーす、バイバーイ。少しでも気になってくださった方、ぜひここのハートをピンクにしてフォローよろしくお願いします。それでは今日もこの辺で、またこやーね。ありがとう。あー、初見さんもお疲れ、ありがとう。またねー、楽しみ。ありがとう。はい、DMM で双眼鏡。もう手しか見えないんじゃない？そんな言っちゃったら。はい、準備してくださいね、皆さんも間に合うように。も準備します。今日お昼だからね、皆さん気をつけないと夜になっちゃうよ。バイバーイ。